アメリカのトランプ政権は8日、戦車やミサイルなど総額22億ドル、日本円で2400億円相当の武器を台湾に売却することを承認し、議会に通知しました。売却が決まったのは戦車108両や携帯型地対空ミサイル250発などです。台湾は中国の軍事的脅威に対抗するため軍備の近代化を急いでいて、 今回のの売却も支援の一環とみられます。アメリカの国防総省は地域の軍事バランスを変えるものではないとしていますがアメリカによる台湾支援を警戒する中国は断固反対すると不快感を示していて反発は必至です。